これってどうやってやるの？イエイ。皆さんこんにちは、ミルカです。今日は先ほど冒頭であったみたいに絵の一部分だけ塗る方法を紹介していきたいと思います。本日も使っている画材は iPad 第9世代、タッチペンは Amazon で買ったスタイラスペン、それからアプリはアイビスペイントを使っていきます。アイビスペイントの基本的な操作はこちらの動画をご覧ください。それでは早速スタート。今回使う機能は自動選択というものです。iPad だとここに表記があります。スマホの場合だとスマホの左側かなに出てくるアイコンのところにあります。この自動選択を選択して塗りたいところをタップします。そしたら今わかるかな、点線が出てきたと思うんですけど、この点線で囲まれているところがこれから塗る範囲ということです。でここに塗りたい色を塗ったら手を離すとこんな感じで切り取ってくれます。この点線ちょっと見にくくない？点線が見にくいという方はもう一つやり方があって、まずレイヤーを開きます。レイヤーのこの選択レイヤーってところを押すと、今ね選択しているところが青く表示されるので、細かいところを選択したい人はこの選択レイヤーを使うといいと思います。この解除する方法はここ、ここにあるこの点々の四角いマークみたいなやつ、これを押したら選択が解除されます。ぜひこれを使って細かいところとかもいろんなタッチに挑戦してみてください。ミールン G 出た時どうする？私 G 別に平気なのでそのままお外に追い出しますね。バイバイっつって。いやだってゴキブリから見たら人間だって気持ち悪いよ。だって向こうの世界ではさ、おそらくさ、もう足はいっぱい生えてて黒光りする体っていうのが普通なのにさ、ゴキちゃんたちから見たら人間ってさ、めっちゃでかいし、なんか2本足で歩くし、多分向こうのゴキちゃん界隈からしても、え今日人間見た、え見たキモーいとか言ってると思うから、多分お互い様や。専門学校動物の専門学校だったからさ、生き物好きな人が多いから、先生とかでも虫別に平気な人も多くて、なんか虫が好きな先生がそうやって言ってて、あなんかそうやなって思うようになった。フィルムもうペン先がさ見えるかな、ピントピントもうペン先がねすり減りすぎて、多分コーティングみたいなの取れてるから、今日フィルム変えたばっかりなんだけど、ほら、もう傷がついとる。ペンも変えなきゃかな、でもこれ変えたくないんだよな。ってこのタッチペンももうね何年使ってるかな、 3,4 年は使ってる気がするけど、そうこいつがもう寿命だからと思って新しいタッチペン買ったんだけど、なんかこの筆圧の反応度が全然違くて、いつもの絵柄にならなくて、結局これずっと使ってるっていうね。で多分このペンだと普通のアップルペンシルとかの素材のやつよりこのザラザラ音が出やすいんだけど、まあ、その分傷がちゃんとついてるかな。ペンってどこで売ってますか？私はね Amazon で買いました。 Amazon に売ってると思います。書いてみるか言ってほしい。書いてみるかこれ YouTube だけ見てる人は知らんやろ。なんかね私あのミールカって名前なので、それでよく TikTok の動画でダジャレでさ、こうミールカにかけて書いてみるかって言ってるねと、やってみるかみたいなよかったら使ってみてください。あちなみにあのリアルの時はそんな使いません、このミルカーっつってるの。 TikTok とかでしょっちゅう言っとるけど恥ずかしいからリアルの時はあんま使わん。イルカちゃんもう寝てる。あ登場してなかったね。ずっとね私のお膝の上に乗っかってます。こんばんは、こんばんは、こんばんは今日はおイルカちゃん、ちょっと他のイルカちゃんは周りに散乱してらっしゃるので今日は登場せずかな。あそうだ、この前アナログを仕上げてどう、ちょっと多分 TikTok で見てる子もこんな近くで見てないと思うので、どうですか、ちょっとアクリル頑張った。なんかこのひまわりの中に
水槽があるみたいな感じにしていたんだけど、原画です。実は私シロイルカを見たことがなくて、シャチもあの野生のシャチしか見たことがないんよ。カモシーとか名古屋港とか行きたいですね。こう見ると絵を描くのも結構時間かかるんだな。そうだね。なんか特に私のイラストってこうデフォルメイラストだから、まあ描こうと思えばすぐ描けるっちゃ描けるんだけど、色の塗り方がなんせ私の場合癖がすごいので、多分ここが時間かかる。私の場合点描で塗るので人より何倍も時間がかかりますな。また来年には気が変わってるかもだけどね。今の自分はこれが私の絵柄だと思ってる。今日5箇所ぐらい刺されたってでもなんかさ、真横にいる友達とかでもさ刺されること刺されない子の差ってひどくない？あれ何なのかね。よく刺される？刺されない？ほら割れるね。刺される、刺されんなって、ほら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 、ここにいる数人でさえもうこんな割れるんだから、これ何なんだろうね。え、血液型じゃないのって言うけどさ、何型は刺されないんだっけ？ O 型は刺されないんだっけ？え、けど絶対 O 型でも刺される人いるよ。血液型ってあんま関係ない気がするんだけど、足の匂いも関係あるの？そうなのか。足くせえとかやったら寄ってくるみたいなちょっとその基準嫌やな。あいつめっちゃ刺されてるよ、足臭いんじゃね、ちょっと嫌だなビールとか飲むと刺されるそうです。私全然酒飲まないんだけど刺されるぞ。なんだろうね。この中でも年齢的になかなかビール飲んでる方少ないんじゃない？いかがですか皆さん。無事完成しました。可愛くない？ちょっとこの夏の一コマみたいな感じで、シャチくんはスイカ丸ごと食うソースアオイルカくんは結構こうみんなのお世話とかをしてくれそうな感じだね。みんな今日もね見てくれてありがとうございました。もしねライブ面白かったよっていう子はグッドボタン押してくれたら嬉しいです。あとぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter とかインスタとか TikTok もやってます。ひらがなでミールカって検索してみてください。じゃあねみんな、またね、バイバーイ。